客勝は、中国春秋時代の進むの政治家、将軍。激欠の死後、その後を継いだ、客勝は、本来ならば、第6位の家軍の助として、新境入りするところだったが、傾向の特別の引き立てで、第4位の上軍の助に抜擢され、将軍の将の司会の補佐を務めることになった。この直後の紀元前597年、 そうを率いる蘇軍が手に攻め込んできたことからの戦いが勃発した。司会は蘇軍の勢いから撤退を主張したが、中軍の助の先がこれを無視して戦闘準備に入ると、客勝は芝の間欠に先の処罰を求めたが、判決に無視される。その後、司会が戦闘回避を取りまとめるが、客勝は諏訪への死者の義家内と朝鮮側僕を破壊するために、 出向いたことを察知し、司会に防備を進める。この後の戦闘で、中軍と家軍が崩壊する中、司会と客勝の上軍は万全の防御体制を敷いていたため、被害を出さずに退却することができた。後に、司会が政教となった時に、客勝も自教、中軍の助に昇格して、司会の知性を支えた。紀元前592年の春に、客勝は、正に、 弾道で行われる諸公会議への参加を求めるために外交の使者として赴いたが、妻とその母の衝動よしこに自分の怪異な風貌を現れるという大地辱を受けてしまう。カいカりに震える客勝はそのキ路に火白に復讐を誓い、進むに帰ると傾向や視界に性の討伐を願い出る。だが許されなかったので客死単独で性に攻め込もうとしたが、 その怒りの凄まじさを見た、司会から、弾道の解明後の同年8月に、聖教、中軍の将の職を譲られたので、怒りを抑えて国政に打ち込むことにした。この後、客勝は、紀元前589年に同盟国のロトエイが、聖に攻め込まれて、進むに救援要請をしてきたのを受けて、進む軍を率いて、整えと攻め込んだ。この戦いにおいて、 客勝も一時は死を覚悟するほどの重傷を負ったが、それをも顧みずに、新軍を鼓舞したため、ついに、進む軍は西軍を完膚なきまでに打ち破った。客勝はその後の和平交渉にて、正の死者の国助に対し、正道義子を人質によこすことと、進む軍が再び、正に攻め入りやすくするために、田畑の畝を東西方向に揃えるように要求するが、同席していた。 ロススムの既存ンコーチチの説得で、ようやく和義を受け入れた。蔵の戦いの後の紀元前587年に、コロ大が傾向に挨拶に来たとき、キャクカツが間に入って、成功がお出ましになったのは、千年の私に対するプレイをお詫びくださるためであるので、我が君ではなく、私が応対しましょうと言って、コロ大を、陰命の礼という国君を捕虜にした時の礼で、 対応して恥かしめた。これを聞いた内粉公は、客孔は、勇気はあるが礼を知らず、その功を誇って、国君を恥かしめた。彼の一族はどれだけ続くだろうかと言って、客かの行為を非難し、客主の滅亡を予言した。この直後に死去、死後、剣を送りなされ、客今後と呼ばれる。ありがとうございます。